はい、先ほどボールとヒール、ボールとヒールで、先ほどサイドステップなどを、レクチャーしました。今度は少し動いてみようと思います。ボール、ヒール、右で打ったら今度左を後ろに移動していきます。最後にかかと、これディグっていうんですけど、ポルっていう風に意味なんですけど板にしっかり目に持っててあげるようなイメージで打ってあげてみてください。右からいくと、ボールヒ、ボールヒ、最後ディグ、ボールヒ。早くいってみます。先ほどのと一緒に合わせてコンビネーション一つ行ってみたいと思います。